はい。それでは、高校の復習として最後に、平面上の直線ですね、についてまとめておきます。直線 L が AX プラス BY イコール C で与えられているというときに、この直線に関して言えることは、まず方線ベクトルっていうのはですね、方線ベクトルというのは、その直線に垂直なベクトルのことですけども、まあ、平面における直線というのは、方向を指定するか、もしくはそのへ、えー、直線に直行するベクトル、方線ベクトルを指定するかによって定まるわけですね。 方向に関しては定まるんですね。それと通る点で決まると。はい。ということですね。方線ベクトルとして AB が取れますので、方向ベクトルとしては、まあ、B マイナス A。内積取って0になる B マイナス A が取れる。従ってパラメータ表示としては、X0Y0 っていうのがこの方程式を満たす一つの何でもいいので、一つ固定した値、ベクトルだとして、X0Y0 プラス T 倍の B マイナス A ということになるということですね。で、えー、まあ定点があれば、あこれはあのー、逆にパラメータ表示からは直線の方程式が このように得られますということですね。方線ベクトル n に対して n と x-p という内積が0になると。で、この式ですね。先ほど内積の条件前回ちょっと復習しましたけども、この式をまあ変形してですね、nx-np と、こういうふうに書くと、まあ、イコール、これはイコールになるんですね。イコール0ですから、イコール。で、この式が得られますので、 すなわち、この式を変形すると、こちら側からは ax プラス by。こちら側からは、その、イコール、右辺の c の値が出てくると。こういう構造になっています。これは、後で平面の空間における平面の方程式の時にも同じようなものが出てきますけれども、まあ、方線ベクトルの考え方を使った場合は、このような定式化になるということですね。 で、ちなみにこの NP っていうのは、通る点 P によって違わないえ、異ならないということですね。一定であるということですね。まあそれは当然のはずなんですけども、一応そのことは次のように確かめることができます。すなわち2点 P、P' があったときに、P と P' の差っていうのはこれはですね、直線と平行ですから当然 N と直交しろですね。したがってこの内積は0なので、この式から、 この np と np 足しは等しいということはわかりますので、p はまあもちろん何でもいいですね。どの点を取ってもこの右辺のこの c の値は変わりません。ということです。はい。それでは、空間における直線のパラメータ表示について解説します。2点を通る直線は、平面における直線と同じでですね、1点を通って、なんかこう平行なベクトルですね。平行なベクトルはもちろんこの2つのベクトルの差ですね。点の差であるベクトルですから、3-2-1とかが取れるわけですね。 はい。もうちょナ3-21でも3 0 2十0でも何でもいいわけですけども、まあ、0でなければいいので、1つ取れると。そうすると、L 上の点はすべてこの112を通って、3-21の定数倍ですべて L 上の点を表せるので、このようなパラメータ表示を持つと。で、ちなみに、えーまあ、方程式として書けないのかというと、一応書けるんですね。方程式として書くとすれば、このような形で書くことができます。これは何をしているかというと、 えー、x イコール1たす 3t とかですね、y イコール1ひく 2t とかあるので、z イコール2たす t ですね。というのがありますので、これをまあそれぞれ t について解くと、t の式が得られるわけですけれども、それをすべて等しいと置いてやればですね、こういう方程式が得られます。 で、この方程式を逆に t と置けば、このパラメータ表示が得られるので、まあそのお互いのや,あのやり取りというか、形の変形はまあそんなに難しくないので、まあもう基本はこっちのパラメータ表示の方が使いやすいということで、パラメータ表示で考えるということですね。ただし、この t のケースであるベクトルがですね、例えば3,0,1だったとするとですね、y は常に1みたいになりますね。ですが、この場合は、えっと、y イコール1と、 えー、x-1÷3 と z-2 が等しいというような形で、これとこれが等しいというような形で、えー、まあ、連立すると。連立方程式になると。まあ、これも連立しているわけですけども。で、これは、あの、この方程式は意味としてはですね、この、こ,これがまあ、えっと、後でやります。平面の方程式。一つの平面の方程式になっていて、こちらの方も平面の方程式になっていて、要はこの直線はこの二つの平面の交わりであるということを、まあ、表しているわけですね。 とということですねはいそれではですね直線のパラメータ表示としてこう与えられたものの点を選びなさいというものですねはいじゃあこれをちょっと考えてみてくださいどのようにすればいいかも含めてちょっと自分で考えてみてくださいはいそれでは説明します 546が例えばこの直線上にあるのかどうかということですけれども、それはこの S に何かこう値を代入して546になればいいわけですから、2たす 3S イコール5、3たす S イコール4というのが方程式がですね、解ければいいわけですね。これがまあ、あの、X 座標、Y 座標、Z 座標ごとに S の値が違っていたらですね、これはま、解がない。つまり直線上にないということになるわけですけれども、例えばこの問題の場合だと、546は、え、ー S, s を1とすると、5、4、4ですからダメですね。これ乗っていないと。だから5、4、4もあるわけですね。これあるということはわかります。それから、xf が -1 になるには s が -1 ですけれども、そうすると、s が -1 だとすると、-1、2、6ですから、これありますね。はい。ということで、これは逆にないということがわかります。で、あと、2、3、5はもうここ、s が0とすればありますから、これ当然ありますと。 で、えー、最後、31-1。これはないわけですね。これがあるということは、この直線が原点を通,通らないと、この、えー、ないいうことですね。31-1に平行な直線で31-1を通るということは、要するに、えー、この直線が原点を通るわけですけども、原点を通るってことは、この235が、この31-1と平行でなきゃいけないんですけども、これ平行ではないので、はい。これは通らない。ということで、この3つが、正解ということになりますね。